マテオロハス・アルーは、ドミニカ共和国出身のプロ野球選手。兄のフェリペアルーと弟のヘスス・アルーももと、メジャーリーガー。また、モイゼス・アルーは、老いにあたる。サンフランシスコジャイアンツで、最初の数年間は控え選手であったが、1962年に、同率首位で並んだ、ロサンゼルス・ドジャースとの3試合制、プレイオフ最終戦で9回に、反撃の口火を切る。 セーフティバントを決め、チームは逆転でワールドシリーズ進出を果たす。1963年にはシーズン終盤の9月15日に弟ヘッスがメジャーに昇格。当時の監督アルビンダークの計らいで、すでにレギュラーとして活躍していた兄フェリペと共に兄弟3人で外野を守ったことがある。この時にはスター選手のウィリー・メイズがベンチに退いた。なお、 フェリペは翌年ミルウォーキーブレーブスに移籍し、3兄弟がチームメイトとなったのは、わずかな期間のみであった。1966年にピッツバーグパイレーツにトレードされると、メイコーチのハリー・ウォーカーから指導を受けたことが彼の野球人生において大きな転機となる。同年は打率。342で自身初タイトルとなる、首位打者を獲得。しかも兄フェリペは、 打率2位になり、兄弟でのワンツーフィニッシュとなった。その後も、打率5位以内に4回入るなどの活躍を見せる。1972年途中に、オークランドアスレチックスに移籍し、同年のワールドシリーズでは、全試合に先発出場し1安打に終わるもチームは、ワールドチャンピオンに輝く。1974年シーズン途中に、太平洋、クラブライオンズに入団し、来日。 当時のチームメイト東尾治が、ピッチャー横を抜いて、三遊間前へ転がすセーフティバントなど、初めて見たと語るように小技もうまい一方、三打席連続本塁打を放つほどのパンチ力もある、優れた選手だった。1976年に退団し、帰国。その後は、母国ドミニカ共和国のウィンターリーグで監督を務める。2011年11月3日。 ドミニカ共和国で死去。72歳ボーツ。太平洋でも活躍のマティアルーシ死去。日韓スポーツ。2011年11月4日閲覧。ありがとうございます。